こんにちは、シエルです。今日は私のナイトルーティーンの動画です。実況シエルでお届けします。ただいまということで、帰宅をしたらリビングに行きの、はい、荷物を置いたら手洗いうがいですね。この日はですね、夜ご飯をもう外で食べてきてしまったので、夜ご飯がないバージョンのナイトルーティーンです。はい、そして椅子に座りの、ふーっと一息つきの、何をするかというと、はい、海外ドラマタイムということで、帰ってきたらすぐネットフリックスをつけてドラマを見て一息つきます。まあ、ちょっとね、ドラマ見てるだけだとあれなので、マジックの練習、フラリッシュの練習をしながらドラマを楽しみます。最近ハマってるのがネットフリックスのグッドガールズというやつで、あのね、女版ブレイキングバットっていう感じがしてね、面白いんだよね。はい、落とした。そう、フラリッシュの練習してたりするとね、よくトランプをぶちまけます。テーブルにも床にもぶちまけては、拾っての繰り返しです。近々ね、フラリッシュの撮影もあるので、少しぐらいできるようにならないとと必死な感じですね。はい、そしてトランプをしまって、よし、仕事モードということでカメラを出し始めましたが、今日は昼間にですね、スターチャンネルさん主催のオードリー・ヘプバーンの映画祭の取材に行ってきました。ということで、そのイベント模様の動画をね、編集しています。海外ドラマ好きになってね、10年ぐらいなんですけど、最近は本当いろんな海外ドラマ関連のお仕事だったり、映画のお仕事だったり、いろんな形でね、声をかけてもらえるようになって、すごい嬉しいですね。はい、ということで、そして海外ドラマ部屋、マイシアタールームに移動して本格的にドラマを見ようとしてますね。ネットフリー、フール、アマゾンプライム、何にしようかなと悩みの、この日の気分はフールでロックアップ、スペイン女子キングショー。はい、こちらもハマっています。最初ね、ウェントワース女子刑務所だっけ、オーストラリアのドラマをね、すごいおすすめされてて、それ見ようとしてたらね、ロックアップスペイン女子刑務所っていうのを発見してね、ちょっと最近スペインドラマが気になるなということで、見始めたらハマってしまいました。そしてクッションを抱きかかえています。結構過激なシーンなのかな。そしてなんか顔が険しい顔が険しいです。どんな映像を見ているのでしょうか。そうそう、結構刑務所ドラマって描写が過激なので、はい、すごい顔険しい。はい、いつも多分こんな顔をしてね、ドラマを見ているんでしょうね。そしてなんか履いてるスリッパがダサいね。ちょっとアマゾンで買ったものです。もうちょっと可愛いスリッパを履いてたかったんですけど、家ではこんな感じです。はい、ずっと険しい顔してたね。はい、そしてまあリビングに戻りのドラマをね、たくさん見たから、よし、仕事頑張ろうということで、寝る前はね、ブログだったり公式サイトのことをやっています。ということで、私付箋大好き女で、まあいろいろねメモするんですよ、やらなきゃいけないこととか、まあ、ブログのテーマとか、うん、書くこと好きなんだよね。はい、そして公式サイトのブログを更新します。まあ、マジックとかマジシャンのことを発信してるんだけど、最近私のところにね、弟子になりたいっていうね、女の子がこの間新幹線で会いに来てくれて、で、その子が確かね、この多分マジシャンシール公式サイトのマジシャンになりたいっていう記事を見て来てくれたのかな。うん、ありがとうございますって感じで、すごい嬉しいんですけれども、で、この間初めて会って、で、まあ、少しマジックを教えたんだけど、そう、それで、今日ね、彼女の仕事を一件決めまして、もうすぐマジシャンデビューしてもらいます。はい、とは言ってもね、まだ教えて1日なのでね、まあ、これから頑張っていきましょうという感じなんですけれども、ちょっとまあ彼女に期待しつつ、自分も頑張りたいなと思っています。はい、そしてお風呂に入る前の歯磨きタイムも海外ドラマを見ながらです。何かあるごとにね、ドラマを見てるね、いつも。うん、はい、そしてシャワータイム、スキンケアは SK2 を使っています。うん、もうここ数年 SK2 です。メイク落としだけ、これビオレのやつですね。はい、そしてシャワーを浴びて、
魔法がかかっていたお顔がちょっと魔法が解けてしまったので、ちょっとここからはお顔を映せません。はい、メイクという魔法が解けて別人に変わるというマジックですね。はい、スキンケアは SK2 です。この後なんだよ、めんどくさいのが。髪の毛がね、多くて長くて本当に時間かかります。10分以上ドライヤーするね。なのでいつもドライヤーしながら海外ドラマ見てます。ちょっとこれ動画をスマホで撮ってるんでね、あれなんですけど、そういつもだからまあね、髪の毛乾かすのもドラマを見ながら、そんな毎日です。おっと、自慢げにアピール、ピンク。はい、こちらはねハワイで買ってきたピンクのセットアップ。実はこれね、男性用に買ったんだよね。そう、結局パジャマになってしまいました、残念。はい、ということでベッドに入っておやすみなさい。ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。シエルのナイトルーティーンでした。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。